ファイナル。ライトエリター級の準決勝です。赤コーナー原田海舟選手はちょっと自分と同じ、そう、僕の同じ駒田大学なんで、まあ、あんまりひいきしないように解説します。原田選手は今年の国体で優勝して、そうですね、で青コーナーの富田選手は社会人選手権で優勝してます。今回チャンピオン同士の対決ですね。かなり多分ハイレベルな戦いですね。戦いになると思うんで。少し長い距離で戦いたい赤コーナーの原田選手に対して近い距離で戦いたい。そうですね。森田選手の戦いですね。富田選手ガードは高いんですけど足使ってしっかり距離で戦うので、なかなかクオリティブローを当てるのが難しいですね。まあ、原田選手下いいパンチ結構出てるんじゃないですか。ボディアッパーだったりボディストレートだったり、富田選手も今のボディストレート印象いいですね。お互い上は警戒しているのでこういう時は下から攻めるっていうのが定石になってますね。下のあのボディストレート、あの浅さでポイントが入ってるかどうかですね。あの結構深くパンチ打ち込まないとポイント入らないんで、あれですね。これですね。当たってることは当たってるんですけど、どこまでポイントになるかっていうところですね。ちょっと深く当たりましたね。今の前の手のボディ良かったですね。富田選手も当てられたら必ず返してますね。ハイガード印象いいですね、はい、今のもガードが高いので当たっているような印象はないですね。お互い顔面でのポイントは今ないですね。そうですね。お互いボディが入ってるかなと。今は互角じゃないですか、まあ、そうですね。まあ、ここもどれだけ入ってるかですね。これが前はブロックされてると、ブロックでカウントされてると思うんで。そうですね。お互いハイテンポで一ラウンド目のハンデです。はい。なかなか難しいですね。
うん、難しいラウンドですね。とてもハイレベルですね。ハイレベルです。面白い。このラウンドは3対2で赤コーナーの畑選手が取りました。赤コーナー畑選手ですね。原田選手はフェザー級で原田摂修選手という弟がいて、その弟は今日勝って決勝を決めているので、決勝決めましたね。絶対負けられない弟が勝っているので、プレッシャーになっていますね。すごくやっぱり家族で勝利したいですね。いや、したいですね。家族の力っていうのは大きいので、ここで家族の力を見せてほしいですね。セカンド2ラウンド目、富田選手結構追い詰められましたね。そうですね。まあ、3対2なんで全然あるんですけど、富田選手は先ほどよりも攻撃に重きを置いてくると思うので、お互いそうです、ね、上のパンチが当たり出すと思いますね。おお、今のダウンですか。そうですね。まあでも、まあ、大きいパンチだったんで、しっかり捉えたパンチでしたね、はい、ここで焦らずに今まで通りボクシングできるかっていうのがポイントになってくると思います。そうですね。ダウンを取られてもこの一発は、プロと違ってただのクオリティプロ一発分にしかならないので、ちょっと焦ってますね。ちょっと初めてっていうのがあるんで、全国いつも通りやれればいいんですけどね。面白い展開になってきたね。いいですね。見てる方側からしたらすごい面白い展開ですね。当てて返してですね。富田選手も前に前になってくるので、被弾は多くなるけど、その分、パンチ当ててるという。そうですね。あ、今田選手が当てました。ハイスコアなゲームになってますね、はい、あのボディが入るか入らないかで多分判定結構変わってきます。原田選手ダウン取られましたけど、そこまで動き変わってなくて冷静さを取り戻したんです、ね、そうですね。やっと落ち着いてきたって感じですか ね。またパルタ選手、これ体力結構使って2位取りに行ってますね。そうですね。3勝負になるのか、2で勝負決まるのか。お互い噛み合わせ、どっちも同時が多いですね。今の位置は上手いですね。富田選手フィジカルが強いので、ね、はいはい、こういう展開になってくるとちょっと富田選手有利かなっていう感じですね。2ラウンド目、これ2ラウンド目次第ですね。これ2位取り切るのか。おお、わからないですね。これわからないですね。なかなか。2対3で青コーナーの富田選手、ね、あーということは、3ラウンド2人の審判が赤コーナーの勝ちを指示してるで、あ、2対 2、本当にスコアは同点ですね。同点ですね。うわ、まあ、同点ですけど、あの1ラウンド取って2ラウンド目取られた原田選手の方がメンタル的にはそうですね、スタミナとメンタル的にはしんどいんじゃないですか、はい。でも本当に面白くなってきました。気持ちですね、3ラウンド目、
本当に実力差はないと思うので、どれだけ気持ちで手数を出せるかっていう勝負になると思います。ちょっと浅いですね。ちょっと頭上がりましたね。サナム、これ勝負ですね、どっちも、うん、ちょっとパンチがローブローです、ローブローですね。お互い前に出てるけ出てますけど、ぐちゃぐちゃにならずにしっかり自分の距離で戦ってますね。そうですね、レベル高いですね。その結構どっちもお互い取りに行こうとするとそうぐちゃぐちゃしちゃうんですけど、お互い自分の距離で的確な距離でやれてると思います。すごいレベル高いですね。やっぱパンチも死んでないんで、うん、採点もしやすいと思います。集中力とあとスタミナですね。そうですね。おお。どっちだ。これ難しいですね。当てて当てられですね。やっぱりどっちでも当たる距離だったらどっちも届くんでね、パンチが。あ、カットですか。カットですね。青コーナーのトップ選手が最後、ラストどれぐらいあるんですかね。30秒とか、まあ、3ラウンド目なので相当深くなければ続けると思いますね。続けますね。このちょっとの休憩がどう影響するかですね。まあ、ちょっと一回落ち着いたんでね、うん、もう結構血出てますね。うん、結構激しい。結構すぐまた血出ちゃいましたね。もしかしたら終わるかもしれないですね。ここまでの採点だと、難しいですね。もう本当難しい。ここまで拮抗している勝負だとどっちにつけたらいいかっていうのはやっぱり審判のそれぞれの角度だったり好みですよね。好みだったりも影響するので、止まらないですね。一度はこれ休みが結構いい風に影響してるのか、原田選手そうです、ね、手数止まらないです。あ、終わりましたね。これどうなりますかね。これここまでの3ラウンド目の採点 で、はい、で勝負決まる。ちょっと最後ストップが多くて、どうですかね。どうなんですかね。ただいまの競技は3ラウンド2分43秒 RC インタビュー
ましたね。戻りましたね。強敵を撃破しましたね。秋山選手と原田選手は明日決勝、ライトウェルター級の決勝が2人になりましたね。